さあお化けタウン行きましょう。お店は最後でいいかな。とりあえず右上、まあ最初行きたかったんだけれども、ちょっとね PP とかが危なくなったので一旦ホテルに泊まりました。ゾンビさんでちゅっか。ママがゾンビさんが来るから開けちゃダメって言ってました。うん、いいいいママだ。まあ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 行きましょう。奥から、奥の方が好き。奥から、あーポリバケツいるね。こいつは敵じゃねえのかよ。ぬいぐるみ、おおナイスです。あーそうか、ぬいぐるみね。そうか、ぬいぐるみ自体持ってんの大事だな。ヒントを出して40年、ヒントショップ。なるほど、あーヒントショップか。ヒント全部聞くってのも面白いね。結局前の町でヒント聞いたけど何だったっけ、もう忘れちゃったな。看板は夜の挨拶、こんばんは、575でまとめてみました。 OK、 何が OK かはいつもよくわからない。俺様は弱虫野郎だからドアは開けられねえんだ。怖いからな。いや正直でいいじゃないか。はい、ネズミちゃんがいる。これはネズミにさえ話しかける。そんなあなたをネズミは大好きです。ああ褒められた、褒められた、褒められると伸びます。元気なさそうよあんた。陽気にしてないとゾンビの仲間にされるわよ。ゾンビの手先になって働いているやつもいるんだから。おお、職業にしちゃってると。キャーゾンビー、今ビデオでゾンビ映画見てるんだから後にしてよ。カオスだなここも。現実も映画もゾンビ。ベッドが恋しいあなたに西へ歩けばすぐスリークサンセットホテル。おお、ホテルの看板。ヒント泣くのは馬だけどヒント出すのはヒント屋だ。イーグルランドヒント組合。街の看板どうです、最近。そう、あなたに問うとるんですよ。看板の話持ち出されてもって話ですよね。悪いけど帰ってくれ。あんたがゾンビじゃないって保証はないんだからね。まあまあまあ、そうだ。そんなにやっぱりもう侵食されてるのか、ゾンビに。ゾンビどもがこの街をうろうろしてる間は、ツーソンにもフォーサイドにも行けやしない。墓場の抜け道を通ればなんとかなりそうなんだが、え、なんで？なんで？はい、こんにちは。怖え。一番怖いやつ。冷静にやられると一番怖いやつだよね。はい、こんにちは。めっちゃ怖え。めっちゃ怖い。ゾンビ同士がひそひそ話をしているのを立ち聞きしたの。ゲップー様が俺たちを次々によみがえらせてくれるって。そのゲップーっていうのがきっとワルの親玉のゲロゲロ野郎なのよね。あ、ゲップってことか。まあそいつがいる限り何度でもよみがえると。小さな家で悪かったな。ひそひそ話は聞こえないようにやっとくれ。でベーカリー、もうベーカリーですね。あとはこっちに集合住宅的な、これは入れなかったのか、入れないのかね。住宅ね、公営、公営団地入れましたね。いないっすね。ゾンビの手先の家かな。やっぱりゲップとかっていう噂の化け物がこの街をぐちゃぐちゃにしようとしているのかしら。ゲップ、嫌な名前よね、悪いやつにしても。これはスキップサンド。おお、これで
外はだいたい回ったか。富士山の見えるソフトハウス春研究所、研究所みたいのあるの。下がだいぶあるね。空き地回る感じになるのか。バンドマンのボログルマがホーサイドの方へ行ったけど、普通の人には無理だろうよ。バンドマンのやつらは大騒ぎしてたから、きっとバケモンに気づかなかったんだ。おめでたい性格ってのは得なんだよね。私もね、どっちかっていうとおめでたい性格なので、そっち側なんだよな。まあまあ、それの良し悪しはいいとして、とにかく行けないと、やっぱりイベントをこなさないといけないっていうことですね。これラッキーサンドので PP 回復がやっぱ重要になってくるのかな。クロワッサンが18か、18でしたよね。私はゾンビより強いが、ゾンビのやつは大勢でかかってきやがって。わかるな、ちょっとね、多勢に無勢ってそういうことだからな。ゾンビに噛まれたら噛み返せば治るという俗説がありますが、科学的な根拠はありません。なんかさ、ゾンビってこの世にまあいないけどさ、いなくても大体わかるように噛み返せば治るとかさ、蛇とかそういう類ってそういう話あるけど、いやーってなるよね。ゾンビにやられた、ゾンビ保険に入っていればよかった。ああ、そういうことで保険があると商売になっちゃってると。で、ゾンビとゾンビとつるんでるやつらが保険屋やるのか。すげえな、それすごいな。ねえ、それ入ればすごいもんね、ゾンビ保険。いいね。で、ピザがあって、ピザも、あ、私今ピザのつまみ食いなんて全然してませんでした。でも美味しかったです。お客様もぜひお試しくださいね。ご存知かと思いますが、ご注文はお電話で。ああ、そうか、電話ってできんの。え、これ受信だよな、あれ。ドラッグストアで武器とかだよね。誰もいない、なんか寂しいな。さっきのピザもそうだけど、あ、とてもいいバット、厚めのフライパン、あ、銅の腕はあったね。3つは買えないな。これ買ってこの2つか。いやー、ギリギリいけないな。すっきりハーブ、歯ブラシあるね。売ろうっつってたけど3ドルなんだ。マジか。あれ、あ、そっか、ホテル代使っちまったんだ悲しいな、いつまでもあると思うなってやつですよね。あら、ちょっと待って、先に売らして。そっか、ゆで卵もいらんでしょう。ゆで卵売るやつってどういうやつなんだろうね。ちょっと神経疑いますよね。コンビニに来て、これ売りたいんですけどっていう。穴抜けネズミも結局使ってねえな。クッキーいいか。いや、でもちょっと待って、クッキーはまあまあ、どっかで。ハンドエイドって何でした。ちょ待って、ぬいぐるみ、あ、命のうどん、あ、まあ全部回復か、結局全部回復かまあまあいいさ、とりあえずテッシーに持たせて、これは売ると。これをとりあえずリボンに持たせると。これは絶対だね。
あと120か。下の広場を探索してお金稼げればいいかなって思っております。敵いるでしょ、いたでしょ。あ、これはもう前回見たところですね。あ、これはもう家入れない家だと。あとこれはもう関係ないのか、調べるとかそういう類のものではないと。完全に敵いましたもんね、これ。ゾンビドッグ、絶対ゾンビドッグ。あ、でもね、そんな名前にしない。ゾンビドッグそのまま、まさか。いや、そこはちょっとマザーだから変えて欲しかったかなみたいな。ゾンビドッグ硬いね。おお、 HP もある。もう大丈夫だろう。土に帰った。あのぬいぐるみがだいぶダメージ食らったよね。あと一発ぐらいしか耐えられなくない？これは敵なんだね。敵だと。猫っぽい感じ。え、お茶目なサム君、これのこと言ってんの？かわいいトム君。何、残像剣みたいにしてんの？残像だみたいな。これはな、敵一人一人。これ強化バージョンか。これ強いんじゃないの？ブレインショック。揺れる揺れる。139。動かなくなった。殺してしまってるんじゃないのこれ。大丈夫、その表現大丈夫。あ、ぬいぐるみ結構持つね。まあ凍らせて動かなくなったって思えばいいか。リボンがすごい上がる。行きますか。こんなに接近してるのに、まあ、行きます。お、ハロウィン野郎敵全員やってみるか。ハロウィン野郎を凍らせろ。うわー、凍った凍ったな。涙が止まらなくなってもあんま変わらないと。催眠術早い、起きるのが早い。エセ催眠術師だった。よし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 。まあまあまあ、 PP、 まあ PP だな。まあ、要は出られんつーことですわな。ハエはハエか。まあどのくらいの強さかっていうね。ぬいぐるみ、まあ壊れるのは必須として、いつかはなくなると。真ん中のサーカスか、あの人たち。なんか警備してる。警備はしてないね。し、大きな声を出すな。なんのよ、おお、なんでも揃ってるぜ。あ、そういうお役立ちアイテム。サビの素、味の素みたいな。羽衣フーズ。ここは入っちゃった大丈夫か。お、あ、で会議していると。このテントの中にゾンビを集めてしまって火をかけてみてはどうだろうか。その前に僕らがやられちゃうかな。ああ、まあ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 、いいんじゃない。あなた、私たちを手伝ってくれるのは嬉しいけど、子供じゃねえ。あ、まあ、できることはしますよ。ゾンビはどうやったら倒せるのかしら。ああ、わからない。
このテントに向かってゾンビたちが移動してるって情報もあるぞ。いやもう火かけるってのは一つの手だな。でもすごいね、集めて、うわわわ、中すげえ来てる、中すげえ来てる、一瞬で凍るのに、一瞬で凍るのに。ただ PP 消費が激しいか9か、そんなに雑魚戦でバキ、あ、あいつ話してないね、バキバキに話したんだっけ。お、この辺りにゾンビと立ち話をしている怪しい女がいたんだよな。なるほど、こことか特にいない。そんな女がいるってか。じゃあもうあの墓場の近くにいるのかな。これいけるだろう。後ろから行った方がいいのか。だいたい2倍ってとこか。サンダーはどうなん。サンダーの方が効いたな。おー、ライフアップ。リボン PP 問題、リボン PP 問題だわ。連発できないか。まあここら辺がね、 RPG 魔法使いあるあるか。銅の腕は買いたいよな。もう溜まったでしょう、お金。さすがに。ほら。そんで、ボム売る。ボム売って、でもあと結局クッキーいらんか。ちょ、銅の腕はよし、オッケー、ナイス。待て、クッキー売ってクロワッサンにするわ。朝のクロワッサン。これ一気に売りたいんだけどな、一気に売りたいんだけどさせてくれない。スキップサンドも正直いらんでしょ。いるべき時が来たら買います。バターロールも実際どんぐらい回復するんだろうな。売っちゃおうか。うろうろ。これでだいぶ空いたよね。これ復活でしょ。そうだよね。ああそっか、これは絶対いる。で、フライパン、レボン、銅の腕は、あ、そうか、あとは、ん？フラン？装備品、なんだ？ボディがないんか。ただ、ディフェンス、
ディフェンス一緒なんですけど。338。これは買おう。これ買おう。あのね、PP が足りないってことで、とりあえずとにかく攻撃力も上げておかないと厳しいかなと。墓場行け、うわっさ、こんなところまでちょうどいい。ちょっと上がったね攻撃力。調子飲んじゃねえぞとゾンビが。あんまり細かい動きしない方がいいと思うよ。クロワッサン、クロワッサンで行こう。ワッサンワッサンで行こうぜ。これいいよね。だからバターロールより上ってことだよな。確か60ぐらい回復してたんで。ハンバーガーより回復するの。まあいつもの薬草作戦ですよね。結局薬草作戦って HP が正義っていうところから来てまして、どんなそのゲーム、まあ RPG 特にそうですけど、アクションゲームとかも含めて、どのぐらい受けていいか、まあまあゼロ、一発アウトはアクションゲームありますけど、まあ結局 HP1 ってことですよね。そういう時は、例えとしては。それを、ね、HP があれば大丈夫っていう当たり前のことを HP の正義って呼んでるんですけど、そこなんですよね。HP あれば、でもな、今もらってもなーっていう。どうせホテル泊まるからな。まあそんな回復しないんだよね。オッケー。こいつが言ってた怪しい女も気になるけど、墓場ですね。おい。よし。え？あれ？あ、そうか。クロワッサン買いすぎて金がなくなったんか。やべ、45。あ、ぴったり。ぴったりすぎるでしょう。何この奇跡。奇跡すぎないこれ。奇跡だろう。OK。奇跡が起きたところで、墓場行きましょうよ。すんごい奇跡。あれ？よし、行けた。まあ、PP は取っとかんとダメだと。そのためには攻撃主体の戦闘になる。で、攻撃主体の戦闘ってなるとやっぱり HP 削られると。あいつ気づいてるな。絶対気づいてないな。よしよしよし。トゥトゥトゥ。あ、初めて見るやつ。強そうだけど実はそんなに。おっと、イベント、ジロリ。え、ジロジロトゥ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 ってなったけど、あれ、攻めてこない。なぜ、え、なぜだ、なぜだ。なんか、え、なぜ、え、なんで。いや、お前かかってこいよ。なんでかかってこねえんだよ。普通は、お前誰だ、ここを通さねえ、ティーンって戦闘になるんだよ。怪しい女っていうのを発見しないとダメってことか。え、
あ、いた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 。あ、あのジロリをやると出てくるってことか。オッケー。あいつと話しかけるところから次回。あ、はいはい。パパだ。だいぶ長い時間冒険を続けているようだね。おせっかいかもしれないが、ちょっと休憩してはどうだ。いつものやつ大丈夫っす。そうか、ま、地球の危機だからな。ガチャン、ツーツーツーというところで、まあ今のはパパから慌てるなよと、冷静になれよというところで、次回金髪女に話しかけたいと思います。